楽天モバイルパーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ、この一戦をお送りいたします。イーグルスの先発は左の早川、対するライオンズの先発は右の今井、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。左の早川、マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは金子。背番号7、第4球を投げた、打ったに当たりだ、右中間へのフライですが、ワンバウンドヒットになった。打ったバッターは二塁へ向かった、中継、金子ツーベース、イーグルス先制のピンチを迎えます。さあ、ピンチで迎えるバッターは若林。イーグルスいきなりピンチを迎えています。第4球を投げた、低めのボール引っ掛けた、浅村バックしていった、これはサード間に合いません、ファールボール。さあ、5球目打ちました、三遊間の当たり、村林取った、アウト、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。バッターは3番殿崎、大きな声援が届いています。次がラストボール、投げた、打った、ショート正面、村林ボールを取る、一塁送球、アウト、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。バッターは4番アギラ、第5球投げた、打った、左中間のフライ、ヒット、金子一気にホームへ、打球が転がっている、ライオンズまずは1点先制、1対0、アギラタイムリーツーベースヒット、イーグルスなおもピンチが続きます。こちらが先ほどの先制のシーンです。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で中村、背番号60、第3球を投げた、打ちました、セカンド、これは守備範囲内、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、イーグルス先制点を奪われています。右の今井マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、1点を追いかけます。イーグルスの攻撃、トップバッターは茂木。第1球投げました、外れた、ボール。投球これから2球目、ボール。投げました、打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになる、茂木一塁回って二塁へ、茂木ツーベースヒット、イーグルス同点のチャンスを迎えます。バッターは2番小深田、イーグルス一打同点のチャンス。第1球見送ってストライク、第2球投げました、打ちました、ファール。第3球を投げました、1球外した、ボール。第4球を投げました、見送ってボール。投球これから5球目、変化球、空振り三振、先ほどのプレーです。バッターは3番小郷、第1球ボール、第2球投げた、空振り、第3球を投げた、空振り、第4球を投げた、ストレートはボール。投球これから5球目、高速シンカー、見逃し三振。さあ、リプレイです。バッターは4番浅村、大きな声援が届いています。第1球投げた、決まってストライク、いきなり154キロ。第2球投げた、高速シンカーはボール。投球はこれから3球目、低めの球、空振り、少し意識しすぎたか。第4球を投げました、外れた、ボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、外側いっぱい、見逃し三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。イーグルス2塁までランナーを進めましたが、同点に追いつくことはできませんでした。1回が終了しまして1対0です。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターはブランド、第2球打ちました、
レフト前進、左中間へのフライ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは7番コルデロ。コルデロ背番号55。投げました、インコース引っ張った、ライト方向へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番古賀。投球はこれから6球目。打ちました、いい当たり、ボールはレフトへ飛んでいきました。取ってこれで3アウト、チェンジ。早川3人でピシャリと抑えています。2回の表が終わって1対0です。ライオンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番源田。次は5球目、投げました、打った、三遊間へのゴロ、抜けた、源田ナイスバッティングです。打順をトップに帰って金子、1球目ストライクから源田走った、投球ボール、二塁送球はどうだ、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。リプレイをご覧ください。第3球を投げた、ここで送ってきました、ボールはキャッチャーの前、キャッチャーボールを掴んだ、一塁送球アウトです。一塁はアウト、ランナー三塁に進みました。イーグルス、なおもピンチです。空振り三振。ランナー一人を置いて迎えるバッターは殿崎。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。さあ5球目、打ちました、センターへの打球、取りました、これで3アウト。早川ワンアウト三塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。3回の表が終わって1対0です。イーグルス追う展開で迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面で茂木、第9球投げた、縦のスライダーはストライク、第2球投げた、ボール、第3球を投げた、ボール。さあ4球目、打った、いい当たりだ、センターへのフライだ、センターバックしていった、ワンバウンドヒット、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、茂木ツーベースヒットを放ちました。イーグルス同点のチャンスを迎えます。さあ同点のチャンスにバッター小深田、今日の第1打席はスイングアウト、第1球第2球投げた、空振り、第3球は見送ってボール、第4球を投げました、縦のスライダー空振り、第5球投げました、縦のスライダーボール。次は6球目、投げました、空振り三振。バッターは3番小郷、第1球投げました、高速スライダー決まってストライク、まずは見送りました、第2球投げました、ボール。投球は3球目、投げた、打ちました、ファールボール。追い込んでから投げた、打ちました、打球は三遊間へ、ショートこれは守備範囲内、一塁セーフ、記録はヒットに。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターはアギラ、第5球投げた、流し打ち、茂木掴んだ、茂木自分でベースを踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。第1球投げた、初球から打ってった、当たり損ない、茂木ボールを掴んだ、茂木一塁キャンバス踏んでアウト、これで2アウト、ランナーありません。第1球投げた、打ちました、初球打ち、取ってアウト、3アウト、チェンジ。早川この回ピシャッと3人で抑えています。4回の表が終わって1対0です。5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターはコルデロ、打ったレフト前に出る、落下点で構えます、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは8番古賀、第1打席はレフトフライに倒れています。第9球打ちました、早川取った、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番源田、今日2度目のバッターボックス。さあ6球目、投げました、打ちました、三遊間の打球、あっと取れない、源田いいバッティングを見せました。先ほどのプレーです。バッターはトップに帰って金子、第3球をランナー走った、三振。5回の表が終わって1対0、ライオンズ無得点で終了です。
イーグルス追う展開で迎える5回です。ここまで2安打模擬第9投げました。見送ってストライク。初球ストライクから投げました。2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。打ちました。左中間へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。ライオンズリードで迎える6回です。バッターは佐藤。第6球を投げた。打った。これは内野ゴロ。模擬ボールを取る。模擬一塁踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第6球を投げた。おっつけた。打球はライト右へ、ヒットになります。外崎二塁を狙う。ボールはセカンドへ。外崎いいバッティングを見せました。さあリプレイです。右バッターボックスは4番アギラ。第2球投げた。打ちました。浅村バック、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは指名打者中村。今日はセカンドゴロと。ピッチャー返し、抜けた。センターバックホーム。あーっと送球それた。あーっと悪送球、取れない。中村ナイスバッティングです。イーグルスなおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは6番ブランド。今日はレフトフライとショートライナー。第9球初球を打ちました。打ち返した打球はセンターへのフライ、掴んでこれで3アウトになります。早川2アウト1塁3塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。6回の表が終わって1対0です。試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターはコルデロ。今日はライトフライと。打った。ライト前進、右中間へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番古賀。今日はレフトフライとピッチャーゴロ。投げた。空振り三振。バッターは9番源田。これが3度目のバッターボックス。第6球を投げた。低め見送ってフォアボール。フルカウントから結局フォアボールです。早川降板。マウンド上はターリー。今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。打順は1番に帰って金子。ランナースタート、三振。満員の楽天モバイルパーク宮城。スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。同点で迎える7回です。今日2本のヒットを放っている模擬。第9投げました。きた、右中間一投。入った入った、ホームラン。ソロホームラン。右中間スタンドに突き刺さった。初球をうまく捉えました。イーグルス勝ち越し2対1。素晴らしい一発をベンチも祝福。ホームランです。今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください。登板右のソン・チャーホ。今日3人目のピッチャーとして登板です。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。ライオンズ大展開で迎える8回です。バッターは外角スライダー、見逃し三振。バッターは3番外崎。今日はここまで3打数1安打。投球はこれから6球目。見逃し三振。バッターは4番アギラ。今日はここまで3打数1安打。打ちました。キャッチャーの頭上フラフラっと上がっている。太田落下点に入った。取って、これで3アウト、チェンジ。ソン・チャーホこの回きっちりと3人で抑えています。8回の表が終わって2対1です。ソン・チャーホ降板。そしてマウンド上はクローザー則本。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。
ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは指名打者中村。今日はここまで3打数1安打。あっと打ち上げた。レフトの左にボールが上がっている。田中余裕があります。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打栗山。ブランドンに代わりまして栗山、背番号。第5球投げました。アウトロー、空振り三振。バッターは7番コルデロ、イーグルス。ここは何としても抑えたい場面。投げました、打ちました、いい当たり。ボールはライナーでライトへ、掴みました。ゲームセット、イーグルス1点差で逃げ切りました。ご覧のように東北楽天ゴールデンイーグルスの勝利でございます。勝利投手ターリー。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。